ハンガリアンワイヤーヘアードビズラワイヤーヘアードビズラとも呼ばれる。その名の通り、ビズラのワイヤーヘアバージョンの犬種である。1904年に他の同種の犬よりも厚いコートを持っていたビズラのメスとジャーマンワイヤーヘアードポインターのオスを交配させたことがこの犬種の始まりである。それによって生まれた子犬のうち2頭はドッグショーにも出場し、ポインターとしても有能なことから、 あるハンターに気に入られて、真剣主作室のための基礎剣としてもらわれていった。その後この2頭にビズラやジャーマンワイヤーヘアード、ポインターなどを交配させて改良を加え、1915年には早くも完成宣言が出された。1950年代に入ると、ハンガリーのケネルクラブに公認され、フシーには1966年に公認登録された。現在も、 ペットや消毒具としてだけでなく実用犬としても人気が高い。主にポインターとレトリーバーを同時にこなすために使われている。ちなみにハンガリーでは夏季にはビズラを陶器に本種を使い分けるという伝統がある。日本には過去に輸入されたことがあったが、最近は国内で繁殖が行われていないと見られている。コート以外はほとんどビズラそっくりであるが、 全く違う犬種のような印象を受ける。筋肉質の引き締まった体つきで、マズルと足が長い。耳は、垂れ耳で、尾は、垂れ尾だが、段をして、半分の長さにすることがある。目はアーモンド型で小さいが、眼光は、鋭くない。コートは、硬いワイヤーヘアのショートコートであるが、見た目以上に厚く、防寒性が非常に優れている。毛色は、ツヤのないブラウンゴールド。 体高57から64センチメートル、体重22から30キログラムの大型犬で、性格は女で優しく、友好的である。子供や他の犬に対しても、友好的で、小さな幼児に対しても、比較的寛容である。家族を愛し、家庭犬として飼育するのにも向いた犬種であるが、運動量は多めである。かかりやすい病気は股関節形成不全や、アレルギーなどがある。 ありがとうございます。